こんにちは、Rファッション塾の英作です。今回はコモリ 21SS 最初の商品紹介をしたいと思います。この動画を見れば商品詳細や基本的な購入方法、おまけ情報もありますので、ぜひ最後まで見ていってください。ちなみに僕の動画ではアパレルで長年働いてきた経験を生かして皆様のためになる情報をどんどん発信していただきますので、チャンネル登録お願いいたします。それでは今回購入したのはこちら、コモリデニムワークジャケットのネイビーサイズ3でございます。ちょっと生地などをねアップにしていきたいと思います。こんな感じです。でタグはこんな感じ、逆こうなってるのかな感じですね。はい、こんな感じになります。でこちら触った感じ、あの生地の厚みもちょうどよくて、今の寒い時期でもインナーにパーカーなどを着れば着用できそうです。それでは早速着用していきます。僕の体型などは概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。それでは着用しています。いやー、ほんとコモリってやっぱりこの何とも言えない雰囲気いいですよね。僕もまだちょっと実際これ着てちょっとまだね、お出かけができてないんですけれども、さあこんな感じでいかがでしょうか皆様。本当にね、生地は全然薄いすぎることもないので、もしかしたらまだちょっと寒いのかもしれないんですけれども、もう少しあった今のもう少しあったかくなってきたらね、全然着用できると思います。はいはい、こんな感じでいかがでしたでしょうか。ちなみにこのジャケットなんですけれども、 21SS の立ち上げで発売されて現状完売しています。でフリマアプリなどで定価以上で取引されていることもあるようなんですが、なんと近々再販されていると噂されております。ちなみに再販っていうわけではなくてですね、分納と言いまして、そのお店に、入ってないカラーサイズが入るっていうことみたいなので、ちょっと再販とは違うかもしれません。ちなみに僕が問い合わせた限りですと、ブラックカラーはかなり少ない再入荷だと思います。で肝心な購入方法なんですけれども、まあ、皆様本当そんなの知ってるよなんて言われてしまうとちょっとあれなんですが、都内の方はコモリ直営店やセレクトショップ、地方の方は通販などもできると思いますので、コモリのねホームページにストックリストっていうのがあります。こちらも全部概要欄に貼り付けておきますので ご確認いただいて、そのストックリストからですね問い合わせしていただければ、お店の方対応してくれると思いますので、なんとか、デニムジャケットこちらですね、気になる方はゲットしていただきたいと思います。でコモリに関してなんですけれども、発売日当日っていうのは通販とかですね、してくれるお店ってなかなか少ないので、随時細かくですね、インスタとか SNS をチェックしていただければと思います。それでは皆様、今回の動画いかがでしたでしょうか。今回紹介したこちらの商品について何かもう何でもいいのでご質問があればコメント、いただければご回答させていただきますし、購入方法についても僕が知っている範囲であればお答えできる範囲でしたいと思いますので、どしどしコメント欄に、コメントお願いいたします。コモリはここ最近特に人気があってなかなか買いづらいと思うのですが、僕もできる範囲で、YouTube に動画をアップしたりとかしていこうと思っておりますので、合わせてチャンネル登録もお願いいたします。それではですね、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。